はい、どうも、いがちです。今日はトーマスポーツランドフィールドアスレチックに来ております。大人600円で幼児無料なんで、僕と息子でアスレチックやっていきたいと思います。こういうね、スコア表なんかもあるんで、結構本格的なアスレチックっぽいです。はい、では楽しんでいっていきます。ちょっとあそこにスタートの看板があるの。ちょっとこれスタートだ、ここだ。一度も休まずにできたら2点、何度か休んだら1点、できなかったら0点だそうです。0点、うん、ヒュートには難しいかな。やってみるか、できるかな、そのあちょっと上危なくね、ヒュート上。ここに足、縄に足あるべ。危なくね。うん。そう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 。そう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 、そこで行けばいいね、そこで、そこで横歩きで。そんなのできるか？え、大丈夫？できるの？水上もあるの？ねえ、落ちないかな？あだ。だ足届くかな、ひな。パワーパワー、力パワーパワー、よし。回っちゃえ、よいしょ。回っちゃえ、くる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 、これできる。こうなってくる。そう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 。よし。そう、動くからね。これメロンだ。おお、スムーズになったじゃん、渡るの。向こう、おー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 おお。
けると軽いからやっぱり水は大丈夫だね。どうするでやる？ミュートの表情。やんないんだね。危ないよ。ロープを引いてニジマスを釣り上げるだって。あら、そこまで行くのが大変なんだ。おお、そこが心配だけど行けた。おっと、あ、かかとカクカクってなった。はい、3匹いるよ。あ、ひろと釣り上げました。ジャパン。今心臓飛び出そうになった。ゆっくりでよ。そうそう、オッケー。心臓がアリ地獄だって。上から下に降りてこればいいのね。これだいぶ高いぞ。これこれ鍾乳洞探索。うん、こういうのよくやってたからね。体力作りにいいね。手でグッと引っ張って、手で、そう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 、手の力で。おお、浮いてる。はい、トーマスポーツランドフィールドアスレチック、今ねちょうど半分終わったんですけども、結構ねちょっと来るのが遅かったので、もうね結構暗くなってきちゃったんですよね。なんで今回ちょっとここまでちょうどね今15個一応種目ね見たんですよね。実際やったのはね4個か5個ぐらいなんですけど。はい、でこれ実はこのアスレチック30個あるみたいで、ちょうど半分なんですよね。なんでめちゃめちゃ楽しめるなと思いました。水上のアスレチックがいくつかあるので、ハラハラドキドキ刺激あるアスレチックだったと思います。ということで今回はトーマスポーツランドのフィールドアスレチックを紹介しました。どうもありがとうございました。はい、ここはトーマスポーツランドフィールドアスレチックなんですけども、桜が咲いてます。今日は4月の29日、もう間もなく5月なんですけども、この時期で非常に綺麗な桜が咲いてます。これが北海道の桜です。この時期が北海道のお花見の時期です。綺麗だ。こんなのできる？
もう重力満タン。わあ。これ楽しいな。で最後がドキッと折れるんだよ。もうね。で何これ。なあとりあえずやってみっか。それでなんだよこんなの全然できるわけないじゃん。なんだよこんなの。このストローナイフ使う。もうぶっかりするってこんなのは。わあちょっと待って。わあ。ナイス。日本抜きでいこう。まあだから。あ日本抜きでいこう。まあうんうんうん。そろそろいいか？そろそろ終わりにしようぜ。はい、はい、お疲れ様。はい、おしまい、おしまい。はい、止まって。